台東区からのお知らせです。朝倉彫塑館で朝倉文夫没後60年特別展ワンダフル猫ライフ朝倉文夫と猫時々犬を開催します。会期は9月14日土曜日から12月24日火曜日までです。1964年は朝倉文夫にとって彫刻家として60年を迎える記念すべき年でした。朝倉も趣向を凝らした猫100体展を企画しますが、大変残念なことにその年の4月18日に生涯を閉じ、実現には至りませんでした。没後60年にあたる今年、朝倉が最後に夢見た猫作品の大集合が実現します。今回は犬作品も加わり、さらに賑やかになります。魅力あふれる作品をお楽しみください。開館時間は午前9時30分から午後4時30分まで。入館料は一般500円、小中高生250円です。ご入館の際は靴下の着用をお願いします。休館日は祝日を除く月曜日と木曜日です。お問い合わせは朝倉彫塑館03-3821-4549番までどうぞ。児童虐待防止推進月間である11月のオレンジリボンキャンペーンに合わせて親子の写真展を開催します。あなたとお子さんのお気に入りの1枚を展示しませんか。台東区役所で10月28日月曜日から11月8日金曜日まで、障害学習センターで11月11日月曜日から11月26日火曜日まで行います。対象は区内在住の方です。郵送または電子申請で子どもの写真、親子の写真をご提供ください。なお、提供いただいた写真はご返却できません。申し込み締め切り日は9月30日月曜日までです。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは台東区の公式ホームページをご確認ください。お問い合わせは日本堤子ども家庭支援センター 03-6458-1565 番までどうぞ。台東区の伝統工芸職人展を開催します。9月10日火曜日から9月16日月曜祝日まで、東京国立博物館平成館ラウンジで行います。開催時間は午前9時30分から午後5時までです。台東区の伝統工芸職人が一堂に会して実演を行います。職人の繊細な手仕事を間近でご覧いただけます。この機会にぜひお越しください。お問い合わせは産業振興課 03-5246-1131 番までどうぞ。グリーンスローモビリティの実証実験を実施します。グリーンスローモビリティとは、時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、その車両も含めた総称です。導入により地域が抱えるさまざまな交通の課題の解決や低炭素型交通の確立が期待されます。日時は9月4日水曜日から9月15日日曜日午前11時から午後4時まで運行します。場所は上野エリアで、ご覧の場所を走行する予定です。お問い合わせは都市計画課 03-5246-1377 番までどうぞ。中央図書館2階の郷土資料調査室で企画展台東区の池と堀を開催します。期間は9月20日金曜日から12月15日日曜日までです。本展では台東区立中央図書館で所蔵している浮世絵や地図などを用いて台東区の池と堀の歴史をご紹介します。また企画展開催に伴い不忍池散歩も開催します。
不忍池とその周辺の名所旧跡をガイドと一緒に巡ります。申し込みの締め切りは9月18日水曜日午後5時必着です。詳しくは台東区立中央図書館のホームページをご覧ください。お問い合わせは中央図書館郷土資料調査室 03-5246-5911 番までどうぞ。松ヶ谷福祉会館ではオンライン講座発達障害を学ぶ成人期を限定配信します。配信期間は9月10日火曜日から9月30日月曜日までです。発達障害の基礎理解、成人期の発達障害の特徴やその対応策などを分かりやすくお伝えします。なおご視聴をご希望の方は台東区公式ホームページから電子申請、またはご覧の二次元コードからお申し込みください。申し込み締め切り日は9月2日月曜日です。お問い合わせは松ヶ谷福祉会館 03-3842-2673 番までどうぞ。